ちょっと先に進めましょう、はい、すいません。テクノロジーへの夢中、プロキューピッド・ウィズ・テクノロジー、はい、合理主義者は技術に夢中になり、その夢中は生涯にわたって続くと。テクノロジーはテック、はい、技術はテックに関連しており、はい、確かに職人もそれに夢中になるよと、アーティザーもそれに、テックに夢中になる、はい、うん、その両方はインド・ヨーロッパの語源テクトに由来し、その主要な派生語のいくつかは建築家、技術的、建築学、テキスタイル、テクスチャなどにすべてテックが含まれていると、うん、その用語はすべて構築、構造、形、構成などと何らかの関連がありますと。しかし言葉の技術、テクノロジーでは設備語 LOGY、 ロジーが語の根、語根と読むんですかね、テクノを装飾して、それを建築の論理という抽象的な言葉に変えていますと。これは職人の技術、テクニックとは異なり、建築のスキルという意味を持つ言葉ですと。抽象的な論理と具体的なスキルは従って基本的に異なり、実際合理主義者と職人は通常生活の完全に異なる道を歩むことになると、うん、関心を向けているところが違う、うん、もう僕には両方とも興味がないので、まあ、だから職人は、はい、まあ、現実主義なんで、この世の中をどう生きていくかを考えてるわけじゃないですか。だから技術もこの現実を生きていくために必要なもの、道具なんですね。いや、自分の経験の経験道具ですよ、はい、道具なんで使いこなすことが重要、はい、で NT の人はどっちかというと科学とかなんで、もう仕組みを知ることが重要みたいな、使いこなすことよりも自分がそれをできるようになることが重要みたいな感じじゃないですか。だから似たような感じに見えるけど、 SP の方が使いこなしてるみたいな、使いこなすことに意識が向いてる。だと NT はそれを仕組みを考えて、はい、発展させる方法とかも考えてるかもしれない。まあ多分そうです。でその発展したのを使いこなすことを SP 考えてるみたいな。でこの電気分野の2つの大きく異なるパイオニア、ニコラ・ステラとトーマス・エジソンは、はい、うんうん、どちらもレーショナルズ、合理主義者で、生涯を通じてテクノロジーに夢中だったと。ただしテスラはプロトタイプの開発により興味を持ち、エジソンは製品開発に関心を寄せていたと、うん、また合理主義者の大統領の一人でもあるエイブラハム・リンカーンも機械的なオブジェクトを絶えずいじくり回し、その過程で時折息子のおもちゃを壊してしまうこともあったと。また米国特許庁に発明をいくつか登録していたと。さらに南北戦争が始まるとリンカーンは軍事作戦の指導方法に関する情報を収集し、最新の戦闘技術を検証する過程で新しい武器を試すことも楽しんでいたと。もう一人の合理主義者の大統領トーマス・ジェファーソンは18世紀の天文学、植物学、工学、動物学などにも関心を持っていましたなんてことが書いてあり、ボケーショナル・インタレスト・イン・システム、システムに関する職業への興味とあって、合理主義者は機械と生物、つまり2つの種類のシステムエンティティに興味を持っていました。ちょっとなんか訳が違っていたらすいません。生物人類学者、生物学者、論理学者、心理学者、社会学者の専門分野であり、機械はどんな種類のエンジニアにとっても専門分野ですと。有機的なシステムは自己調整し自己発展していきますが、機械的なシステムはエンジニアによって開発されたサーボメカニズムによって調整されています。もちろん植物や動物を含むあらゆる生物はどんな機械よりもはるかに複雑です。たとえ部分的なシステム、例えば哺乳類の目であっても、最も現代的な空港よりもはるかに複雑だと。まあそりゃそうですよね。今の人間の肝臓を作ろうとすると、はい、東京ドームの大きさぐらいいるって言いますもんね、うん、しかしどのような複雑さであっても、それ自体が合理主義者を引きつけ、彼らを有機的または機械的システム作業に
取り組ませる要因でもあると。実際ある合理主義者が専門職として有機体の分野でシステム作業を行う場合、例えば生物学の場合、その合理主義者は機械的なシステムにとても趣味として取り組むことになると。逆もまた真で、多くの物理学者は後年人類学、生物学、または心理学に取り組むようになると。例えばシュレティンガーやカプラがそれぞれ生命とは何か、物理学の道を執筆したようにと、うん、NF とは違う形で、はい、そういう心とかに興味を持つっていうことですね。まあメカニズムじゃないですか、なぜそういうふうになるのかみたいな。これよく、はい、なんか心を壊した人がね、はい、医者に駆け込み、うん、全然この先生とは話が合わないっていうケースがあるんですけど、はい、これ多分 NT と NF ですよね。NF で心を病んだ人と、はい、NT で心を病んだ人がいた場合、はい、どの先生につくかで、はい、まあ、先生のスキルもあるんじゃないですか。ありますかね。あると思いますよ。 NT の人がまあ本当にすごく学んでやってたら、はい、あ、この人 NF だなって、 NF に合いそうな、あっていうタイプ論も学んでらっしゃるなら、はい、タイプ論とかっていうか、まあ、こういう悩みはこうだって全部こう仕組み的に理解してればみたいな。なるほど、ちょっと大丈夫か、はい、短絡的でしたね、はい、いや、この違いよ、はい、NT だけど理系ってわけでもなかった。しのみさんは INTP だが理数系は苦手だと、うん、理論を覚えるのは好きだけど実際解こうとなると飽きてしまうと。問題を解くとか作業は S 型の得意かなと感じると。あ、まあ、私もそう思うと。僕は得意ではないですけどね。理数、ま、計算は好きではないです。あ、なるほど。理屈を覚えるのは理屈を覚えればいいです。はい、太郎ちゃんが道具を使う技術を磨くのが SP。 そうですね、技術を磨かなくても誰でも使える道具を考えたいのが NT。 あ、まあそういうことなんでしょうね。まあ、それとあれじゃないですか、はい、現実に向いてるかどうかみたいな。 NT さん向いてない、あの SP さん、道具を使うことに意識が向いてるので、はい、磨こうとは思ったことはないんですよね。その現実的にこれをもうちょっとこういうふうに進化させた方がいいみたいなことは SP も思うみたいな。こうするともっと使いやすくなるみたいな。あ、いや、やってみてですね。やってみて、はい、でただ NT の人は理屈でそれを考えてるみたいな、こういう機能が追加できるみたいなことを考えてんじゃないかなって、うん、はい、はい、まあ、これもあるけど、なんかその頭の中となんか現実とみたいな、なんとなく掴んでます、その意味を。はい、凛様、他は人とのつながりへの言及が多かったけど、人への関心が一瞬もないのがやばいと。まあシステムに向いてますもんね。はい、ただ最後の方にあったのはこの心理学とか、はい、人体への興味を持つこともあるが、はい、やっぱりそれはこの仕組みとしてじゃないですか。仕組みとしてですよね、はいはい、どうして人の心は壊れるのかとか、どういうふうにすると壊れるのかとか、はいはい、どうすれば向上するのかっていうのが、うん、NF と違って NF は寄り添って、はい、どうやって士気を高めるんだろう、はい、っていう、なんか一緒に悩み、はい、っていうのだが、はい、多分 NT は違いますもん。観察ですもんね、はい、おそらく観察ですよ、はい、で実際何をすると治るのかみたいなところじゃないですか、はい、成功者に嫉妬は分かりみ、あけごりんさん、ごきげんよう。ごきげんよう。そっか、 NT の人は別に人には興味がないんだ。ほんとそうかな。興味がないとは言ってないですもんね。向きにくい、まあ、システムとかに向きやすい、はいはいはい、嫉妬の仕組み嫉妬の仕組みとかに興味持ったりするんじゃないですか。 なぜ人は嫉妬するのかみたいな、それをなんか仕組みとして知りたいみたいな。なるほど、はい、昔からそうじゃんではないんですね。人ってそういう歴史じゃんって、それはなぜかってなるわけですよね、はいはい、なるほど。でそこを追求したくなるって話ですよね、はい、なぜかには興味ないですもんね、はい、そういうもんだよって、はいはい、友人で理数得意なやつ調べたら ISFP だったと、うん、まあ、勉強は家庭環境もありますしね、はいはい、僕もまあどちらかといったら理数の方が得意でしたけどね。
僕はもう理数全く、はい、でこの問題を100問答えろみたいなのが苦手みたいな。あ、作業ですね。作業はい、はい、NT は常に頭が回転してる。頭の回転は僕は皆さん常にしているとは思ってるんですけどね、はい、方向性が違うって話ですよね。向いてると、まあ今日ここで説明している、はい、インタレストの方向が違うということですよね、はい、